肝細胞癌は肝臓に発生する腫瘍の一つで肝細胞に由来する悪性腫瘍である原発性肝癌の90%以上を占める80%から90%が肝硬変あるいはその前段階である慢性肝炎に合併して発生する男女比は約3、1で男性が多い発症平均は60代前半日本や西欧では C 型肝炎が原因として多いが、その他のアジアやアフリカでは B 型肝炎が多い。肝細胞癌の多くは慢性肝炎、肝硬変から発生する。肝細胞癌の多くは慢性肝炎や肝硬変を持つ患者に生じ、症状や兆候は肝硬変の進行を示唆するものとなるので、肝細胞癌そのものでの自覚症状は全く見られない。肝進行によって、 肝不全症状が見られる。他の眼動様、転移、周辺臓器の圧迫による症状も見られ、巨大な腫瘍は破裂し、復腔内出血や、復腔内箸をきたすことがある。また頻度は低いが、腫瘍随反症候群が起こることもある。下痢や、高止血症、低血糖、多発性筋炎、RS3 ポリエチレン、高発性ポルフィリン症や異常フィブリノ脳現象、高カルシウム血症、 赤血球増加症などが起こることもある。主要マーカーは以下がある。肝細胞癌の進行度は基本的には TNM 分類に基づいて表現される。以下の治療法があり、病変に応じて選択される。病変が単発で肝膏変が進んでいないものが関節除術の基本的な適用である。単発の癌に対して手術切除は極めて有用な治療であるが、 ただ肝細胞癌患者の多くは肝硬変がベースにあり、単発であってもまた別の箇所での癌の再発も多く、新種の大きい関節除術ではなく、次に挙げるアーフ等の局所治療やテイス等の局所治療も多く行われている。日本においては脳死ドナーが少ないため、肝移植の多くは家族等をドナーとした生体肝移植がほとんどであり、脳死肝移植適用については、 厳格に登録適用が決められている。体表から肝臓に線縛りを挿入し腫瘍と、その周囲の実を餌死させる方法。残肝に対する影響が小さいため、肝予備能が低くても、思考可能で、局所麻酔での局所治療であり、浸襲が少ないことから広く、一般的に行われている。線縛りによる餌死範囲は限られるため、腫瘍が大きすぎるものは適用にならない。 また、主要な血管、胆管に接するもの、心臓、肺に近接するもの、肝表面に突出しているものは、技術的に施行が困難であるが、人工腹水、人工胸水を用いる方法や、腹空鏡、胸口腔鏡を併用したアプローチにより、積極的に治療を行う施設もある。主要が、門脈浸順を生じていて、テイスが適応外となる場合に施行される。 肝動脈にカテーテルを定期留置し、肝臓に直接抗がん剤を注入する方法。打臓器等への遠隔転移がある場合に、全身化学療法として分子標的治療薬が施行される。関節上もしくはペイト MCTRF が可能であった場合の予後は比較的良好で、5年生存率は50から60%である。しかし、肝細胞外は、 慢性肝炎を母地として発生するため、一び治療が完了してもその後に新たな癌が,が発生してくる確率が高く、癌の発生を早期に発見し、繰り返し有効な治療を行うことができるかどうかが予後を左右する。ありがとうございます。